茨城県道221号飯岡石岡線、石岡市三村茨城県道221号、飯岡石岡線は、茨城県霞ヶ浦市から、石岡市に至る、一般県道である。茨城県霞ヶ浦市、四尺倉の飯岡地区の茨城県道141号、牛綿馬場山土浦線より分岐し 石岡市三村を経由して、石岡市茨城2丁目の茨城県道118号、石岡田部設千浦線に接続する一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、新張郡で島村大技、飯岡を起点とし、石岡市を終点とする区間を本路線とする、県道飯岡石岡線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号221となり、現在に至る。恋、瀬川を溶かする、平和京付近の一部区間を除いて、ほぼ全線が1.5車線であり道路改良未整備のままである。石岡市中津川地区から終点、茨城県道118号石岡田伏、土浦線までの県道は、福音が狭く、見通しが悪い屈曲部が多い。 茨城県では、中津川地区から小伊瀬川沿いに、田園地帯を抜けて、国道6号小伊勢橋付近に接続するバイパスの整備を進めている。福井曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 ABC 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P14 茨城県法、第1087号対象12年4月16日、茨城県国示第194号より、 認定当初の名前は、大和大塩河川。茨城県法合外省は15年11月18日。茨城県国時第791号により変更。県道路線認定茨城県法、合外10月14日より、道路の区域変更。茨城県法、第7023号。ピアニッシモ、8から9、道路の区域変更。茨城県法、第7 2 3号。 P8 道路の区域変更茨城県法第7611号 P3 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ8から 12AB 道路の区域の変更茨城県法第1836号 P9 土木部土浦土木事務所一般県道医を開始許線バイパス 茨城県ホームページ、茨城県、2017年4月23日閲覧。ありがとうございます。